大谷翔平、初めて組む捕手、止めてくれるかわからないのでスプリットは投げなかった。投球割合はスイーパーが 39%、ツーシームは 31% と多かった。ゲームプランの一つとして、各ゲームプランをどういう風にいこうかなど、そのうちの一つかなと思います。スプリットはわずか1球のみと少なかった。投げるべきポジション、カウントだったり、雰囲気だったりとか、そこら辺りがまず少なかった。あとは初めて組むキャッチャーだったので、味方のブロッキングのデータだったりとかがあまりわからない状態なので、リスクのあるボールを選択して、多く投げるのが有効かどうかを天秤にかけて投げている状態ですかね。爪は関係ないか、爪は関係ないですかね。そもそも大谷スプリット投げなくなったから問題なし。スタッシもハッピーもみんな一旦、はい、投げだにちょっと調子落としてるのか、それでも普通にいい結果ではあるんやけど、捕手行き過ぎなのかわいそう。マジで捕手不足が深刻やな。サンチェスもメッツに取られたし捕手はどうにもならんな。 Y が女房になってあげたいわ。そういえば小林誠司が海外 FA 権取得したとか。いや、登板前に確認すればいいだけや。大谷は二刀流だから忙しいんや。もっと緩急が欲しいよ大谷は。おハッピー君と組んでた時防御率0点台やし、ホームランも打つし最高だったのにな。ぶっつけ本番の中村には遠慮なく投げてたのは信用あったんかな。そりゃそうや、代表のマスクかぶるレベルなら補給は問題ないやろ。スプリットに対する対応なら日本の保守の方が信頼度ありそう。プロを信じてないってどうなん翔平。おホッピーなくなったのマジででかい。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントをお願いいたします。